さあこんにちは、今日は駒沢体育館の、中にいて今 3D のテストということで、手持ちで自分撮りをしております。さあ果たしてどんな感じで 3D になっているのか、どんな感じでなっていますかね、サトシチタン。あどうも、45歳の前住です。先ほど我々はですね、こちらの三脚のベースが外れないということで、IQ84 に認定されました。さあ、今照明顔が相当暗いですね、これね。ちょっとじゃあ例えば照明を当てると随分立体効果は変わったりするんでしょうか。あいいですね。じゃあ僕は随分テカッとしておりますけどね。あサトシシさんは暗いです。あおいいですね。いやこんなもんとりあえずね。じゃあそんな感じでちょっと外に行ってきますね。はい、飛び出るバシャーっていう風に見える。